ちゃこんにちは、豊さん、はい、ちょっとまあ後半戦ここに来て阪神がバタバタ失速だよな。そうなんですよ、失速したな。で、大山選手と佐藤選手を外しました。外して、はい、大事なところで代打使ったでしょ佐藤選手。そうですね、もうね、迷走してるな阪神は。今迷走中ですか？迷走してる。あのね、はい、勝負事で一番いけないのは何だと思う？迷うこと。もう迷うことだよね、はい、もう迷い上げてるよ。じゃあ矢野監督コーチ陣が今迷ってしまってる。もうどうしていいかっていうのが多分分かんないと。で、俺の案なんだけど、はい、大山と佐藤は2軍、はい、ちょっと待ってください。でも大山選手と佐藤選手が2軍に行ってしまうと、逆に巨人とかヤクルトはいたら勝てるか、いて勝ててるか。勝ててない。それなんで勝ててないんだ。あの二人が調子が悪いからでしょ。そしたら調整期間として10日やるからね、年取り戻してこいって言った方が、代打は代打で、持ち屋は持ち屋であるじゃないね。そこに代打を使われるとさ、代打やってる人間が職を失うっていうことじゃない。そしたらチームはどうなる。もうあのモチベーション下がりますね。下がるよね、はい、それは下げちゃいけないんだよ、うん、ね。で、一番俺が考えてるのいいなと思うのは、はい、開幕のスタメンに戻すことだよ。ロハスジュニアを外して、うんうんうん、だってさ、中途半端に打たれるより守ってほしいよ今。あ、今はね、あの落球で勝敗落としてるわけだから、はい、ね、青柳はもうむくれてるしさなんか、ね、顔に完全に出してるしさもうやらなんやねんみたいな、はい、でもああいうことがチームの中に起こってるっていうことは、はい、もう不協和音も湧いてると思うよ、負けると。そうなんですね、ここレフトはこいつ使ってほしいなとか、うん、まあそういうことはやっぱ選手としては思うよね。例えば簡単なこと言えば、バッテリーで、はい、このキャッチャー使ってよって、うん、例えばね、昨日でも森下と相澤を組ましたじゃない。で、完全に呼吸は合ってない、うん、今まで坂倉とかああいうキャッチャーがかぶってたけど、やっぱそういうもんなんだよ勝負事って。そしたら迷うんだったら大山と佐藤は俺は外して、完全にファームで調整させた方がいいと思う。もう代打とかでまだ勝負どころじゃないから、うん、それは危機感あるよ、1位からそうですよ、ね、うん、3位に落ちたっていうのはね、はい、でもまあ勝率で2位に上がったけどさ。だけどそんなことしてるよりはもたもたして迷ってるんだったら、もう目の前から消えて迷いがないようにした方がいい。その方が俺は逆に早道だと思う。逆にその巨人とか戦うヤクルト側も、逆に今の状態であれば佐藤選手とか大山選手が代打で出てきても、そっちの方が逆にラッキーみたいな感じになるんですか？まあ怖さはあるよ、やっぱ一発の怖さあるから、うん、やっぱこうスタメンで並んでると怖いよね。で、佐藤の場合はフォアボールが取れない、とにかくボールを振るから怖いからボールを投げてるわけね。それを振ってくれるとどんどんボールになっていく、ボールが増えていく。それを振るとさ、追っかけると144個かなんか三振してるわけだろ。だから三振するなとは言わないけど、せめてボールは振るなっていうことは言ってもいいと思うんだよ、うん、だからストライクボールもわからないような状態の人間を一軍に置いとくことはできないよ。そうですね。あとその中日戦で代打で出したじゃないですか。あえて代打で出すことの意味っていうのは、監督やコーチどういう意味だから、もう間違えて一発打ってくれみたいな感じでしょ。もう今捨てたらいいなぐらいの。そうそうそう、まあ、あそこはまあ昨日でも出したところがスリーランで同点、はい、まあ、そういうところで出してるんだけど、はい、そうは間違えないよ、うんうん、ですよね、うん、でそう簡単にはいかない。でもうもつれた糸が頭の中でもぐるぐるしてるよ。でそれを10日間で、ね、取ってこいっていう風な、うん、感じの方が俺は遠回り、まあ話すっていうことは遠回りになるような感じはするだろうけど、俺は逆に近道だと思う、うん、ま、で指揮官の悩みも減ると思う。あ、まずはやっぱり矢野監督の指揮官の悩みを消すっていうことだ、はい、ということは大山と佐藤は代打が使えない選手なんだよ、うん、代打の経験がそのないわけだ。そしたらもう完全に外しちゃって、見えないところ、使えないところに置いちゃって調整させた方がいい。そしたら2軍なんだよ俺の考えはね。その2軍ではこの2選手はどういうことを、まあ、10日間なりだから、まあ、例えば体が疲れてるんだったら休養を与える、うん、ね、体が疲れてないんで技術的な欠陥があるんだったら技術的なことをやる、うん、まあ、そういうことなんだ、うんね、だからスランプには精神的なスランプ、肉体的なスランプとか技術的なスランプ、この3つから構成されてると思ってるんだよね、うん、
ね、それをやっぱり何なのかっていう原因を突き止めて、ただただ得打ちをやらすんじゃなくて、疲れてるんだったらとにかく休ませる、まあ、そういうことの方が俺はいいと思う、そしたらやっぱ爆発的な力が出てくると思う。また戻ってくるってことですよね。そうそうそうそこでっていう。だから巨人がやるのはさ、丸を外したりとかするじゃない。しますね。するでしょ、はい、だからそういうことがやっぱ原監督はできるんだよ、ね、でそれ外したら、その2人をファームに落としたとしたら、それはやっぱり批判をされるかもわからないよ、でもそこで批判されても結果的に優勝できればそれは正しかったっていうことになるわけでしょ、はい、その先のことを正しいことにするためには批判覚悟でやんないとさ。そうですよね。いやそれはね、まともにはいけないよ。いけない。今まで優勝から何年遠ざかってるんだよ。かなり。かなりだろ。かなりです。いやだから、はい、そういうことを俺はやった方がいいと。で今、まだ9月の上旬じゃないですか、今だったらその落としてもまだ大丈夫というかな時期なんですよ、ね、10日間だろ、はい、2人がいたら勝てるんだったら置いとくよ、2人がいても勝てないんだったら外した方がいい。だからもう10月だったらちょっと、致命傷というか。いやもうそしたら開幕カードに戻して、もう押し切るしかない。もうとにかくやられるかやるかやるか、もうそこに置くしかない。そうです。でもまだちょっと時間があるから、はい、俺は落として調整させた方がいいというふうには考えてるんだよ、でロハスジュニアを外した方がいい、はい、あ、守備もその打率もっていう意味。マルテが帰ってきて、はい、マルテとサンズで十分なんだよ、で今の阪神の課題っていうのはミスが出てる、ミスが直結して負けになってる、はい、そのミスを少しでも減らすっていうのはやっぱマルテを外す、あ、マルテじゃない、ロハスジュニアを外すしかない、あれだけ外野でポロポロされてるんだったらさ、もう話にならない。そうですよね、だからね、球団の高いんだよ、お金が。お金使わなきゃいけないよ。そういうしがらみもあるんです、ね、だからそのしがらみ捨てないと優勝できないよって。そうですよね、しがらみで使って優勝できない方がいいのか、ね、使わないで優勝できて できた方がいいのか、どっち。いやもうこれは使わないで、もうしがらみとか関係なくて優勝できた方がいいです。そうだろう、優勝が目的。いやだから考え方を素直にシンプルにした方がいいよ、もう少し。なあ、しがらみなんかいらないよ。だって勝負やってる、生きるか死ぬかでやってるわけだからさ、死ぬ時にしがらみ考えるか、お前。もう生きることだ。もう刺されるって言った時にね、しがらみ考えるか。もう生きること逃げ切ること、自分の命を守るでしょ、で守れって矢野が。それはもう矢野監督にかかってるんですね。そうそうそう、迷ってる場合じゃない。その引き金引いたのは、あの村上がね、サイン盗みしてるんじゃないかって疑いをかけた時に、あの暴言から来てるわけよ。あそこ、だから言葉を失ってるのかも分かんない。今もしかすると、もしかするとね、失ってるかも。でもそれは自分がやったことだから、はい、巻き取るしかないだろう。それは巻き取るっていうことは勝つしかないんだよ、結果を出すしか。だから矢野監督は負けれないんだよ。だからそのぐらいやっぱね、肝据えた方がいいよ。もうここはそれは原監督の方が肝据わってるよ。やっぱり全然そうですよね、その優勝経験もあるし、その経験値っていう意味でも、そう、だからそこに対等するには相当肝据えないと勝てないということだよ。もう矢野監督がそこ覚悟を決めるか決めないかで、もうここは決まってくるっていう順位も。そう、もううなぎの肝水をもうずっと飲まないと思う、毎日。うわ厳しい、苦い、あんまり関係ないけどね、それは。でもそのぐらいの思いで、ここはもうスパッと、もう迷いなくいかないと優勝は厳しいですよ。ないってことですよね、じゃあ矢野監督のちょっとここ判断もどうなるのかっていうのを私たちちょっと注目して。いやだから、そういう英断を下せないんだったら、俺の中から、まあ俺一人かもわかんないけど阪神の優勝はないっていうふうに今から言い切っとく。もう、ここが勝負ですね。じゃあだから巨人とヤクルトの勝負になる。いやこれね、前半戦からずっと首位守ってきた阪神が、これで優勝できないってなると、ファンもチームもがっかりだよな。辛いですね。だってお前開幕でさ、はい、勝った時にマジックが出てるわけだから、阪神は、140いくつって、早すぎるんだろうと思うんだけど、早すぎるんだろうと、まあ、そのぐらいやっぱ待望論があるんだよ、優勝に関してはな。ファンは本当そう思ってますよ、でも、8月31日で補強の期限が切れたでしょ、切れましたね、トレード、ヤクルトは、
行って打ったよ、優勝にかけるために。これはね、かけるために打ったから、うん、はい、それは次の動画にちょっと話をするけどね。わかりました、うん、とにかく阪神はじゃあ 今、ね、今一番あれするのは迷いを捨てるということだよ、うん、ね、迷うんだったらその選手を外せって、うん、ね、それができるかで、シンプルに考えるということ、はい、ね、わかりました、はい。